はようございます。本日はこちら西松屋での購入品を紹介していきたいと思います。最近急に寒くなってきて、子供に長袖着せようと思ったら丈が短いものが多くなってしまっていたので、西松屋の方に行ってきました。で、今回はその商品を紹介したいと思います。はい、ではまず1点目はこちら、じゃじゃん、ストレッチパンツデニム、779円。これは、100cm でお兄ちゃんの、りーちゃんのものになります。すごく、ストレッチが効いていて、太もものとことかも全部ビヨンってすごく伸びるので、履きやすそう、動きやすそうかなっていうので、買ってきました。同じくストレッチ、あ、ちょっと違うのかな、ストレッチの伸び伸びストレッチ、驚くほど伸びて柔らかい動きやすいズボンです。こちらはお値段879円です。以前もこんな色のズボン持っていて、お兄ちゃん喜んで履いてたんですが、よく保育園でね、絵の具とか使ってお絵かきしたりとか、ドロンコして汚くなっていたので、今回まあ安くてでもいいかなっていうので、同じような色のものを購入しました。後ろは足がかけた、こんな風についてます。でもすごく横にもしっかり伸びて、ずっと全部下の方まで全部ストレッチが効いていて、とっても動きやすそうです。次、りーちゃんはいつもちょこちょこ服買うので、3点目最後になるんですが、こちらじゃん、ビッグワッフルトレーナー、879円になります。よいしょ、こんな感じでワッフルの生地になっています。すごい最近ワッフルずっと人気ですよね。大人用も私この間ユニクロで買ったんですけど、りーちゃんと一緒に着れたらいいなと思って同じようなものを購入してきちゃいました。また一緒に着たいと思います。でもすごくそうで柔らかくていい感じです。はい、次に妹ゆずちゃんのお洋服を紹介していきたいと思います。ゆずちゃんはいつももう100円で着るのはりーちゃんのお下がりとか着せてたりしたんですけど、もう最近自分でこれがいいとか好みが出てきて、サイズはあっても着てくれない服が増えてきたので、今回は何枚か足して買ってきています。まず上着になります。ちょっと寒い時に羽織れる上着を探しに行って、こんなもの見つけてきました。ピンク色の裾がフリルになっているお洋服です。こちら、服でも着れるようにと思ってフードはついていないものを選んできています。お値段979円になります。ここにワンポイントで刺繍のハートが入っていて可愛いです。で、前はファスナーになっていて、薄すぎず透けたりはせずで、今の時期ちょうどちょっと寒い時とかに羽織にはいいんじゃないかなっていう風に思って購入してきました。もう帰ってきた日にゆずちゃん気に入って羽織ってくれていました。次が、はい、こちらのロンティーです。襟元がちょっと女の子らしくフリフリフリとなっていて、肌触りのいいロンティーシャツになっています。お値段は499円です。とてもシンプルで、上に6円では半袖 T シャツを寒い時は着るようになっているんですが、何でも合うようなものになっていて、いっぱい今年着るんじゃないかなと思います。次、ゆずちゃん3点目です。じゃじゃん、はい、こちらの前面の方にお花の中レースがついているロンティーです。こちらお値段679円でした、はい、こちら以前に 70cm でネイビー持っていたんですけど、もうさすがに 70cm はちょんちょん抜きれないんですけど、めっちゃ気に入っていっぱい着てたので、今回赤色をまた買ってきてみました。可愛いって言ってたので着てくれると思います。スパッツを3点購入してきました。まず1点目はこちらです。裾にリボンがついているスパッツ 90cm です。こちら1点499円になります。これもすごくストレッチが効いていて、まあ、スパッツなんで履きやすいかなって思います。
はい、続いてこちらのスパッツも499円になってます。ちっちゃいハート柄になってます。じゃん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 。で、こちらなんですが、80センチを買ってきました。ゆずちゃんのサイズ今ねちょっと微妙で、今80センチ着てて、ぴったりなんですけど、今回買ってきてね、合わすときにこれの90センチがめっちゃ大きくって、で、合わせてみたら、よいしょ、やっぱちょっと80センチなんで、こんだけしか変わらへんくって、まあ多分こっちのグレーがちょっと今大きめなんですけど、そこのハートのね、列を90センチ買っちゃうとだいぶ長い感じになってたので、今回80センチのものにして、こちらのハートの方は買ってきています。数字は小さめなんですけど、やっぱりね、そのものによってはすごく長くなってたりするので、そういうとこちょっと注意して、買ってきています。で、ゆずちゃんズボン3点目なんですが、こちらはじゃあ先ほどみっちゃんで紹介させてもらったのと同じもののサイズ違い、80センチ、こちらも80センチで買ってきています。こちら 1.779円になります。こちらも、今80センチなんですが、さっきのスパッツと合わせてみると、お腹がこう合わせて同じところがだん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 ってして、これほんのちょっとだけ90センチが大きいだけで、このね、スパッツも90だと、ゆずちゃんには鼻毛長かったので80センチにして買ってきています。もしかしたらこれがめっちゃちょっとですが大きいんやと思いますが、まあいつかね、やってくるんで90センチもいいかなと思います。最後のお洋服になります。上トップス4点目になるんですが、これは保育園ではねちょっと着させられないんですが、こちらじゃじゃん、ちょっとかわいいお洋服になります。ビスチェ？キャミソール？なんていうかわからへんけど、かわいいお洋服です。すずちゃんこういうひらっとしたお洋服好きなので、昨日買ってきてからもかわいいって言ってました。あ、そうそう、お値段が979円です。安いね、大体こんなお洋服普通に1200円ぐらいで、ね、売ってたりするので、ちょっとでも安く買えてよかったなって思います。はい、こんな感じです。これトップスはちょっとね、80だと短くちょんちょんになっちゃいそうだったので、90センチ、こちらは買っています。と、購入品は以上になります。10点でお値段が、合わせて7450円になりました。西松屋さんはいつも安くて安心してお買い物させてもらってます。ありがたいです。ということで、とりあえず今まで持ってたお洋服と今回の購入品でしばらくは、過ごしていけるんじゃないかなというふうに思っています。この動画が良かったという方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。すくん、あ、変わってやだ、私も変わってー、やっほー、やっほおうち紹介をしていきたいと思います。はい、おうち完成しました。イエーイ。ね、まだどんどん建築中ですが、とりあえず形はできてます。ね、こんな感じで、よいしょ、はい、ここでご飯を食べまーす。落ちちゃった？ソファーは段ボールをくる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 っと丸めて、布を貼って可愛く仕上げておりますが、まさかの、こういうところね、見えてたりしちゃいます。素材の味出てまーす。あ、エレベーターが来ましたよ。誰か乗るのかな？ブイーン。さあ、1階の紹介をお願いします。カタカタカタ。あ、入ってきた。お外に出た。お外に出た。だー。見えたかーい。ね、お外に出たら大きい遊具があります。間から入ってきた。ずるいずるい。待て待てー。せーしゅー。あ、リツくんがお部屋のセッティングをしております。下にしたらいいの。下にする？ねえ、お人形遊びってすぐ模様ができるし可愛いよね。
ゆずちゃんが持っているこれ、まゆちゃん見せて。キラン、これは水回りのね、床に使いたいなと思って百均のシールを段ボールに貼ってちょっとしっかり刺したもんなんだけど、これを置くとその場所がお風呂に、うん、ね、お風呂やな、お風呂にすることができます。キラキラやな、綺麗な。あずちゃん、ひりちゃんも今あそこで、はい、ワンちゃんのおトイレを作りました。え、ね、おトイレと近いね。おしっこ行きたくなるとすぐ行けるな、りちゃん。うん、そういう感じ。あの、しょ、我慢できたらよい。我慢しんといてな。我慢する前に行きたいと思ったら行ってくださいね。椅子はどうやって作った、兄ちゃん、それ。ぬりぬりって作った。うん、そうそう、段ボールくるくるくるって。こっちはくるくるして、ぬりぬりって。な、ボンドで止めてな。お椅子は？お椅子は、ちょっとぬりぬりして、光った。な、背もたれついてな、後ろ。かけはるし、四つ作ってな。下につけても、兄ちゃん、もういっぱい足上。下におトイレする？だって、トイレおしっこおしっこなるもん。うん、そうか。部屋の真ん中に。じゃあこっちにするよ。はい、どうぞです。あ、大変。ドキンちゃんが先に入ってるじゃない。あ、かまってくれた、ありがとう。ふちゃん、みんな気持ちいいな。僕はちゃんとおしっこに行ってから行こうかな。ちゃん、ビヨン、ちょちょ、あ、ビヨン、あ、見られてる。あー、おトイレが吹っ飛んだ。なんてこった、まだ流してなかったのに。ドキンちゃん、ドキンちゃんはこのカレーの箱のベッドで寝んねしといてね。よいしょ。寝る